皆さんお元気ですか？菅野直樹です。今日も出前牧師菅チャンネルにようこそお越しくださいました。どうぞお入りくださり、最後までご視聴ください。本日12月6日日曜日、題は生きることはキリスト、歌は勝利を望みです。ピリピの手紙1章21節に、私にとって生きることはキリスト、死ぬことも益ですと書かれています。キリストに属し、キリストのものとなったクリスチャンであっても、どうでしょうか？いつでもキリストのために生きているでしょうか？胸を 手を胸に当てて考えてみたいと思いますね。思い当たることはないでしょうか？自分のためによう見ていないでしょうか？皆さん、それが的外れだ。それを教えてくれるのは聖霊の働きなんです。私たちは絶えずキリストのために生きるように、聖霊によって導かれていきたいものです。本当のところキリストが全てであると考えたら、キリストのためなら全てを手放してもいい、そう考えられる。キリストだけを愛する、そしたらキリストが全てになる。皆さん、そしたらキリストのために生き、キリストのために死に、またキリストのために生き、キリストのために死ぬ。パウロが語った言葉は、人生そのものがキリストだ。全てキリストのために食べ、キリストのために飲み、キリストと共に生き、キリストに召され天に帰る。生きることは全てキリストだって。それはこうあるべきと教えられてそうなるのではない。真のキリストとの出会いをもってそう変えられていくんだ。ピリピ 1-21、 私にとっては生きることはキリスト、死ぬことも益です、言い切れたのは、パウロも罪の力、律法の力、悪魔の力、世の力に引っ張り回されていた。それがローマ7章のパウロの状態です。私の体の中には異なった律法があって、それが私の心の律法に対して戦いを挑み、私を体の中にある罪の律法の虜にしているのを見出すのです。私は本当に惨めな人間です。誰がこの死の体から私を救い出してくれるでしょう。しかし8章に行くといきなり切り替わります。ローマ8章2節、なぜならキリストイエスにある命の御霊の原理が罪と死の原理からあなたを解放したから。急転直下、解決してるんですよ。誰が死の体から私を救ってくれるだろうか。この方だ。そのティッピングポイント、落ちる落ちるポーン、そのティッピングポイントは何だったんでしょう。祈りです。神に祈り、神がその祈りに応えてくださり、聖霊が働いて解放してくださった。キリストと真に出会っていない人には、生きることはキリスト、なんてバランスの悪いね、なんて愚かな生き方だって見えるかもしれません。しかしキリストを知った、体験した、聖霊に導かれる人は当然だって思えるようになるんです。あまりにもキリストが素晴らしいからです。本当の意味でそれが分かるのは天国に行ってからかもしれません。でもその前味を今日あなたは祈り、聖霊に満たされ体験できるのです。友よ、兄弟姉妹よ、そんな人生を一緒に歩んでいこうじゃないでしょうか。勝利を待ち望み、前進していきましょう。勝利を望み、
ご視聴いただきありがとうございました。また明日もお会いいたしましょう。それではごきげんよう。さようなら。